皆さんこんにちは。今回もご視聴いただき誠にありがとうございます。先日 JR 北海道の2020年度のデータについてお話しましたが、今回は JR 四国の2020年度のデータについて深掘りしてみたいと思います。まず JR 四国の路線図をご覧ください。全部で20の線区に分けられています。この動画ではこれら20線区を輸送密度の低い方からランキング形式でご紹介したいと思います。またランキング内では輸送密度のみならず独自に試算した営業係数並びに営業損益も合わせてご紹介します。ただし独自に試算したものですので数値は正確ではないことをあらかじめご了承ください。それでは早速始めましょう。第20位は麦線の麦駅から海部駅までの線区で輸送密度134、営業係数1561、営業損益は1億6400万円の赤字です。この線区は阿波海南駅から海部駅までの区間が DMV に転換する阿佐海岸鉄道に移管され、現在は麦駅から阿波海南駅が JR の路線となっています。 DMV とはデュアルモードビークルの略で、道路と線路の両方を走ることができる車両、線路の上を走ることができるマイクロバスのようなものと考えれば良いでしょう。 DMV はこの夏デビュー予定ですが、詳しい日時は未定です。 DMV についてお話しすると長くなりますので話を戻します。この路線は JR 四国中最も輸送密度が低い路線で、 JR 北海道が廃止対象としている輸送密度200未満の路線です。いつ廃止対象になってもおかしくない数値になっています。DMV という珍しい乗り物が登場するのに、そこへアクセスする鉄道が廃止されてしまうかもしれません。続いて第19位は予土線の全区間です。輸送密度は205、営業係数2423、営業損益は10億6900万円の赤字です。輸送密度こそ最下位の麦線麦駅から海部駅の区間を若干上回る数値ですが、営業係数は JR 四国の路線中最低の数値であり、路線の距離も長いこともあって営業損益も10億円を超えています。四万十グリーンラインの愛称が付けられているように、日本を代表する清流四万十川に沿って走る風光明媚な路線であり、個人的には大好きな路線ですが非常に厳しい数値になっています。では第18位、予算線の海回り区間向原から伊予大津の線区で輸送密度280、営業係数は1270、営業損益7億500万円の赤字です。IR 伊予灘線の愛称が付けられ、人気の観光列車伊予灘物語が運行される区間としても知られています。伊予灘物語が停車する下灘駅は海の風景がきれいに見える駅として知られており、青春18切符のポスターにもたびたび利用されたことがあります。このように非常に観光要素の高い線区ですが、地域輸送需要は低く、それが数値に表れています。続いて第17位は再び麦線で、今度は阿南駅から麦駅の区間、輸送密度は425、営業係数1185、営業損益は8億5100万円の赤字です。先ほどの麦線末端区間より少々良い数値ではありますが、営業係数は4桁であり、こちらも相当厳しい数値です。ところで麦線には阿波室とシーサイドラインの愛称が付けられていますが、シーサイドという愛称の割には海の見える区間はごくわずかです。次に第16位にランクされるのは土産線の末端区間、須崎から久保川の間で輸送密度は783、営業係数611、営業損益は6億1200万円の赤字です。特急列車が運行される線区としては輸送密度、営業係数ともに最も低い数値となっています。続いて第15位です。鳴門線の全区間で輸送密度1508、営業係数572、営業損益は1億9800万円の赤字です。この路線は徳島から鳴門の間のローカル輸送に特化した線区なので、2020年度のコロナの影響は小さく、2019年度からの減少率約 20% は JR の路線中最も低い数値となっています。ここ数年輸送密度2000弱あたりで安定しており、決して高い数値ではありませんが一定の旅客需要に支えられている路線です。第14位は再び土産線で、今度は琴平から高知の間、輸送密度は1563、営業係数383、営業損益は33億1800万円の赤字です。岡山高松から高知へのルートの中核をなす部分で、特急列車も数多く運行されている区間ですが、国鉄時代なら廃線対象となっていた輸送密度2000を大きく下回っています。
またこの線区は距離が長いこともあり、年間33億円以上の赤字を出しています。瀬戸内側とは異なり、この区間は大きな人口を持つ市町村がほとんどないことも、この区間の営業成績が伸びづらい理由の一つではないでしょうか。続いて第13位は、予算線の内陸区間で内子線との短絡線を形成する線区、松山から内子、新谷から宇和島の区間で輸送密度1976、営業係数360、営業損益は25億5800万円の赤字です。こちらは先ほどの海回り区間とは異なり、特急列車も運行される区間ですが、その分営業費も大きく、年間26億円以上の赤字を出しています。さて、第12位にランクされるのは、土産線の高知から須崎の間で輸送密度2034、営業係数438、営業損益は14億円の赤字です。ここでようやく輸送密度が2000を超えます。経営状況の厳しい JR 北海道は、輸送密度2000以上の路線を維持する方向ですので、 JR 四国においても輸送密度2000以上あれば当面は安泰と考えて良いと思います。この線区は同じ土産線でも琴平から高知の間より輸送密度が高く、乗客数が多いことが分かりますが、営業係数は琴平から高知よりも若干低く、旅客単価の低いローカル輸送の比率が高いことが伺えます。続きまして第11位です。吉野川ブルーラインの愛称を持つ徳島線の全区間で輸送密度2167、営業係数417、営業損益は17億7800万円の赤字です。数値は徳島線全区間一括で算出されていますが、徳島から穴吹の間の区間列車も多く、徳島へのアクセス需要が全体の数値を引き上げていると思われます。それではここからトップ10です。第10位は、内子線の全区間で輸送密度2200、営業係数324、営業損益は1億4400万円の赤字です。予算線の内陸区間との短絡線を形成していますが、路線名が別のため数値も別々に算出されています。しかしながら実質予算線の一部と考えてよいでしょう。第9位は、高徳線の引田から徳島の間で輸送密度2481、営業係数346、営業損益は9億5500万円の赤字です。高徳線は引田を境に北側と南側の線区で数字が計上されており、沿線人口の少ないこちら南側の線区の方が数値が低くなっています。続いて第8位、予算線の観音寺から今治の間で輸送密度3059、営業係数273、営業損益は28億7200万円の赤字です。四国中央、新居浜、西条など比較的人口の多い町が多い区間ですが、これでも輸送密度3000を少し上回るくらいです。ただしこの区間は長距離輸送需要の減少が大きく響いており、対2019年度の減少率で見ると、その減少率は 45% 近くに達し、乗客数は半減しています。この減少率は JR 四国の路線中3番目に高い数値です。第7位は、高徳線の高松から引田の間で輸送密度3552、営業係数289、営業損益は13億6400万円の赤字です。高徳線でも引田から徳島の間に比べると沿線人口がやや多いため、この区間の方が数値が高くなっています。第6位は、麦線の徳島から阿南の間で輸送密度3563、営業係数358、営業損益は7億8000万円の赤字です。麦線の他の線区は下位に低迷していますが、この区間は徳島へのアクセス需要があるため、 JR 四国の路線の中でも数値がやや高くなっています。実際麦線全体に占める営業キロは約3分の1なのですが、麦線の収益全体の8割をこの線区で稼いでいます。続いて第5位は、土産線の多度津から琴平の区間で輸送密度3657、営業係数379、営業損益は5億7100万円の赤字です。土産線で唯一電化された区間で、高松の経済圏内にあるため、高松琴平の間で快速の運行もされており、土産線の中では一番数値が高くなっています。では第4位に参りましょう。第4位は、予算線の今治から松山の間で輸送密度4422、営業係数289、
営業損益は19億4400万円の赤字です。愛媛県で最も人口の多い2つの都市を結ぶ区間なので、旅客需要の高さがそのまま数字に表れています。それでは JR 四国の輸送密度ランキングトップ3です。第3位は予算線で多度津から観音寺の区間、輸送密度5355、営業係数249、営業損益は10億1300万円の赤字です。この地域は岡山方面との結びつきも強く、人口密度が高い地域だけあって、 JR 四国の路線でも数値の高い路線は全てこの地域にあります。では第2位、本市美山線の小島から宇多津の間、いわゆる瀬戸大橋の線区です。輸送密度は1642、営業係数220、営業損益は16億6000万円の赤字です。一番輸送密度が高そうな路線ですが、2019年度の輸送密度でもこの線区は第2位でした。実は本市美山線はコロナ前まで JR 四国で唯一黒字を計上していた路線でした。しかし本市美山線は2020年度コロナの影響を最も大きく受けた線区で、対2019年度の減少率は 54%、 旅客需要の半分以上が消失しました。この線区は長距離輸送需要が大半であり、まさに県またぎの区間ですので、この数値は致し方ないのかもしれませんが、この影響で赤字路線となってしまいました。では第1位です。予算線の高松から多度津の間で、輸送密度15654、営業係数270、営業損益は33億5300万円の赤字です。コロナの影響で致し方ないことはありますが、 JR 四国全線で赤字でした。そしてこの線区1位とはいえ、手放しで喜べる数値ではありません。特に営業損益33億5300万円は JR 四国の路線中最大の赤字を計上しています。コロナ前の数値を見ると、輸送密度は2万4000以上、営業係数は120程度だったと思われます。 JR 四国で最も旅客需要の高い線区なので、この路線の省力化と増収施策は必須です。以上、各線区の2020年度のデータでした。では今一度路線図をご覧ください。今度の路線図では輸送密度で色分けしてみました。輸送密度1000未満が赤、1000以上2000未満は黄色、2000以上4000未満は水色、4000以上8000未満が緑、そして8000以上は薄いオレンジ色となっています。輸送密度4000以上の路線は4000区のみで、しかもそのうち3000区は高松周辺という非常に偏った旅客事情であることがわかります。最後に輸送密度、営業係数、赤字額、そしてキロ当たりの赤字額でデータごとにランキングしました。ランキングでは上に行くほど良い数値になります。輸送密度は低い方から順番にご紹介しましたので、単純にその逆になっています。輸送密度が1万以上の路線は、予算線の高松から多度津の間と本新美山線の2つのみですので、 JR 四国の苦しさがよくわかります。続いて営業係数です。こちらでは本市美山線が1位です。今回のコロナの影響で赤字に転落したとはいえ、もともと JR 四国で唯一の黒字路線でした。コロナ収束後にどこまで戻るのか注目です。輸送密度第1位の高松から多度津の間は3位に落ちています。この区間は複線、多度津観音寺間は単線ということで、営業費がその分大きくなっているのかもしれません。ワースト3は輸送密度のワースト3の順位が入れ替わっただけで、やはりこの3つの線区は厳しいと言えます。次は損益です。これは線区の距離もあるため一概には言えませんが、基幹路線である土産線の琴平から高知の間、予算線の高松から多度津の間が30億円以上と大きな赤字を計上しているのが目立ちます。また輸送密度、営業係数ともに振るわない淀線が10億円以上の赤字を出しているのも気になります。ではこの損益を各線区の営業キロで割り、キロ当たりの損益で見てみましょう。上から順にキロ当たりの赤字額が小さな線区となっています。1位は内子線ですが、予算線の松山宇和島の線区と一体運用されているので、営業費もまとめて計上されており、実際の損益はもう少し大きいかもしれません。参考程度とお考えください。 JR 北海道でも同様の傾向が見られましたが、廃線対象になっている路線の方が距離に対する赤字幅は小さくなっています。
特に年間10億以上の赤字を計上した淀線はキロ当たりにするとかなり数値が小さくなります。赤字額そのものが大きかった本市美山線と予算線の高松多度津間がキロ当たりの損益としても他の線区を大きく離しており、 JR 四国で一番稼がなくてはいけない路線が一番赤字を出してしまっています。というわけで以上、数値ごとのランキングでした。全体として見ると四国北側の瀬戸内沿いの路線の数値が良く、南側の数値が低くなっており、そして稼げる路線で大きく損失を出しています。そう考えると徳島県南部や高知県で路線維持することがとても難しいことがわかります。この苦境の JR 四国に対しては JR 北海道と同様に国土交通省が助成金を交付しており、令和3年度から5年間で総額1025億円です。単純計算すると1年間約205億円ということになります。 JR 四国は2020年度の営業損益で226億円の赤字でしたので、1年分の助成金以上の赤字を出してしまったということになります。 JR 北海道ほど大きな影響を受けておりませんし、そこまで金額は大きくないのですが、逆に言えばこれが四国の市場の小ささをよく表しています。四国を見ると札幌や福岡のような大都市がなく、大きく稼げそうな線区もなく、現状大きな伸びしろも見当たりません。本市美山線が黒字だったといっても年間約数億円です。また JR 四国には JR 北海道のように北海道新幹線札幌延伸で一発逆転を目論むというような未来もありません。そしてさらに北海道ほど貨物列車への依存率も高くありません。もちろん四国内の貨物列車輸送をすべてトラック輸送に振り替えるのもドライバー不足の昨今簡単なことではないでしょう。しかし津軽海峡とは異なり、瀬戸内には車で渡ることができるルートが3つもあります。その点だけ見ても海運に頼らざるを得ない北海道に比べ、かなり鉄道貨物の重要性が低くなります。またこれは JR 四国に限ったことではありませんが、いわゆる赤字ローカル線が生み出す損益はさほど大きくありません。仮に JR 四国が輸送密度1000未満の路線を全部廃線にしても、減らせる赤字は1割程度に過ぎません。輸送密度や営業係数の低い路線がいつも取り上げられますが、大きく赤字を減らすならむしろ幹線での営業効率を考えなくてはいけません。このようにいろいろと考えてみますと非常に手詰まり感を感じます。国交省は助成金を出して JR 四国に経営改善と鉄道事業外収入の増加を求めています。要するに JR 九州のようになれってことですが、それは一朝一夕に達成できることでもありませんし、また達成できるかどうかも分かりません。私にはどうもお金を出して問題を先送りにしているような気がしてならないのですが、皆さんいかがお考えでしょうか。では今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。次の動画でお会いしたいと思います。